はい、何だってね、お馬さんですね、撮影してみたんですけれども、難しいですね、なんだ急にだと思うんですけれども、はい、長野県には、まあ、木曽というね、地域あるんですけれども、そこに木曽馬の里という場所がありまして、そちらに行ってみてどんなところかと思って撮影をしてきました。お馬さん撮ると難しいっていうか、どう撮っていいか全然わからなかった。これが私の本音です。はい。で、まあ木曽馬の里でお馬さん撮影して、その後、まあ朝早く行ったので、そのまま木曽のね、その御嶽山周辺くるっとね、回って撮影してみたので、そちらの写真を見ていただけたらなと思います。晴天でね、いい日でした。ちょっと御嶽山に雲をかかってたんですけれどもね。朝のすがすがしい、ね、空気。いいですね。まあ、冬場に行くと、ちょっとまたそれはそれでね、寒くて、いいですねっていうんじゃなくて、もう極寒ですねになっちゃうんですけどね。はい。まあ、そんなところで、撮影をしてきた写真を見ていただきたいと思います。まあ、撮影は 5D Mark III ですね。そちらを使ってカメラはね、撮影をしてきました。難しかったですね。あ、そう、あと望遠を使いました。タムロンの75-300ですね。F4 から5.6、こちらを使いましたね。うん、お馬さん多分遠いところにいると思ったんで、牧場というかね、お馬さんのこのいられるところがちょっと多分遠いのかなと思ったので、最初からの標準ではなくて望遠レンズつけて撮影をしてきました。というところで写真見ていただきたいと思います。チャンネル登録お願いします。では写真を見ていただきたいと思います。というところで、こんな感じで撮影してきました。とにかくお馬さんどう撮っていいかわからないですね。で、木曽馬はサラブレッドですね、ではないので、短足なんですよね。ノーコーバーなので力がね必要なので、足が太くて短足っていうのが、ポイントのお馬さんですね。はい、というところで写真見ていただきたいと思います。はい、こちらとりあえずとにかく大きく撮影してみたってやつです。はい、こちら側のこの体に当たっている光ですね、こちらに露出がちょっと引っ張られてしまって、設定した露出で一応撮影はしてみたんですが、ちょっと顔が暗くなってしまったかなと。実際どうでしょうか。あんまり明るくするとこのね、側面に当たっている光で体が真っ白になっちゃうしというところで、なかなか難しいかなと。まあこちらの写真をね、何があるかっていうと、ただ大きく撮影してみましたよっていうお話なだけなんですけれどもね。はい、なんとなく一番最初に大きく撮影できたお馬さんなので、思い入れがあってつい、はい、出してしまったというやつですね。はい、写真的には何の面白みも多分ないと思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、で先ほどアップで撮影したお馬さんがなぜか急に後ろをくるっと振り向いて、この林の奥へ消えていきました。なんかこう消えていくこの雰囲気が、おとぎの国に連れて行ってくれるようなみたいな、こっちへおいでよ
って言われているような雰囲気を感じて、つい撮影をしました。これが、ですね、緑の新緑の頃だったりしたら、ここの手前側にお花が咲いていて、ね、この白樺とかも青々していて、すごく素敵な雰囲気になったのかななんて思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい。先ほどのお馬さんに連れられて行った先は結構開けたところでした。朝一はお馬さんたちお腹減ってるんですよね。とにかくひたすらもう草をもご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 食べ続けるっていう感じでした。はい。で、このお馬さん、まあ、結構ね、傷とかもあってね、だいぶね、お年を召したお馬さんもいらっしゃったんですけれども、まずこのお馬さんに目を向けて撮影をしたんですが、この写真と、この写真と、この写真と、お馬さんのこの位置ですね。位置が違うだけで、結構写真として違うなというふうに感じました。で、これは、300ミリ側ですね。目いっぱいの望遠で撮影しているので、これ以上は寄ることができないんですね。もちろん柵があるので。で、私が一番いいなと思った作品は、こちらではなくて、これでもなくて、これですね。ただ、これでも、ちょっと、左下がりっぽい雰囲気が、実はあって、このくらいが多分一番いいかなと。で、あと、望遠持って、これ以上の望遠持ってなかったの仕方がないんですが、ちょっとやりすぎかな。こんな感じの方が、こっちにね、なんとなく空間が、いらない空間があるような気がするので、このくらいの感じの方がいいのかなというふうに感じました。今度はあれですね、EOS 7D ですね、7D。こちらの APS-C のカメラなので、それにね、タムロンの 300mm をつけて、480mm でしょうかね。それで撮影をしてみたら、こんな感じで撮影できるのかなというふうに感じています。次は EOS 7D ですね。こちらを連れていこうかなと思案中です。次の写真見ていただきたいと思います。なんとなくですね、茶色いお馬さん、やっぱちょっとね、怪我をしているお馬さんが多いんですよね。やっぱね、喧嘩しちゃうんでしょうかね。はい、こちらとかこちらですね。本当に微妙なんですけれども、違うんですよね。こんだけこの雰囲気なだけで違うっていう。一応これ、ここに茶色いのがあって、これを切ったんですけれども、はい。で、色合いも実は見ていただいて分かる通り、ちょっと赤を引いてみました。はい、ホワイトバランスの調整ですね。少しかけてみました。この方が目的ですね。私の目で見た素の色に近いかなと、ちょっと赤みがかかっているのを気になったので、少し抜いてみたという感じですね。はい。お馬さんの位置もこちらよりもこちらの方がいいのかなというふうに私は感じています。次の写真見ていただきたいと思います。はい。もう打って変わって、木曽馬の里から開田高原の見える展望台へ移りました。これが御嶽山ですね。はい。御嶽山のふもとに民家があって、川が流れてる。なんとなく私、ここの撮影スポットが好きで、木曽に訪れた時には、だいたいここ訪れてね、撮影をして、はい、春夏秋冬ですね、季節で、撮影を試みたいかなというふうに思っているところです。これ冬場だったら雪が積もっていて、民家があって、こうね、川も流れてて、御嶽山に雪積もってて、青い空の快晴でって言ったら、なんかいいかなっていう。まあ、よく言えばね、今ここのお家にはないですけれども、煙突が出てて、こう煙がふわふわっと上がっている、朝のね、お食事ですね、朝飯を作る、食事を作る、この湯気とかですね、はい、上がっているような部落さんだったらね、いいんですけど、まあそういうわけにはいかないので、
なんかそれに近いものがうまく撮影できたらいいのかなと思います。ただちょっとこれがすごく気になるので、この方がいいんですかね。ただ、あれですね、この皮が切れてしまうので、いっそのこと皮がない方がいいのか、ちょっとこれは悩むところですね。皮があることによって、ここで生活ができているっていう風になると思うので、ちょっとここだけ気になりますね。このくらい、これの方が正解に近いのでしょうか、どうでしょうか。はい。ちょっと何回もね、まだまだこれから撮影をしに行って、いろいろなことを考えながら、こちらで、スポットでも撮影を続けていきたいと思います。というところで、今日の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録していただいてありがとうございます。これからも頑張って更新していきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。というところで終わります。ではまた、バイバイ。